はいどうも、タクタクです。親愛なる〇〇へやっていきましょう。もう休もう的なこと言ってたな。寝よう。何？スマホ。電話？私は自分のスマホを取り出し、ディスプレイを確認する。非通知。誰だ？もしもし。何？どちら様ですか？無言電話か？あ、切れた。いたずら電話。終わったのこれは。あ、終わったね。これちょっと余計なことしない方がいいかな。いや、これね、ほんと、恐怖度は多分関係あると思うよ。このゲームの進行的に。これ寝るか。寝よう。怖いかな。寝る。どうなんだろう。各部屋の戸締まりを確認し、お化粧を落とし、部屋着に着替えて眠りについた。朝シャン派ですかね。朝シャンっていうか、朝シャワー派なんですかね。さて、今日も始めるか。あ、来た！二重人格来たじゃん。僕は、ベッドの下にしまっておいた、ポロライドカメラを取り出した。まずはベランダ。何してんこれ、マジで。いや、見るからに、あれですよ。主人公ですよ、これは。司ですよ。シフがかかっている。ポロライドカメラ。どうすんだろう、これ。何すんだろう。これ何をする感じなの、これは。ん？引き出しを開けて、鍵を取り出した。ベランダの鍵。鍵がかかってる。ベランダ鍵を使う。はい。ほうほう。ベランダに出て僕はカメラを取り出した。なに。ベランダの写真を角度を考えて何枚か撮る。こんな感じかな。花にしてんの？観葉植物だ。ゴミ箱だ。中には腐ったイチゴやネズミの死骸が捨てられている。自分でやっぱやってたんだ。あとは何？リビング寝室と何枚か写真を撮った。このくらいでいいか。外に出よう。出るの？どうした？僕は郵便受けを開けてさっき撮った写真をすべてその中に入れた。その他にも箱や花束を突っ込んだ。今日できることはこのくらいか。そろそろ部屋で休もう。結局犯人は自分だったんだね。翌日、今日の講義は午後からバイトも入ってないし、午前中は昨日トーマから借りたノートを写そう。それからバレンタインのチョコ。本当は昨日だったがすっかり忘れて志保に悪いことをしてしまった。午前中に作って午後に大学で渡そう。材料はキッチンにあったはず。いや、これでもさ、手紙とかのターンもあったでしょ、これだって。手紙のそのネズミのターンというか、なんていうの、それはちょっとあれだよね。また違うのかな。自分もあるけど。また非通知電話。震える手で思い切って通話ボタンを押す。いや、これ自分だけじゃねえや。誰ですか？だって、自分だけだったらね、いたずらならやめてください。こんな電話かかってこないわけだしさ。もしかして、麻生さんですか？また切れた。もしかしてこれもストーカーの仕業？だとしたら、どこから私の電話番号を麻生さんには教えてないし、スマホを落としたりはしてない。肌身離さず持ってたよね。気味が悪い。今度来て、もう出ないようにしよう。これもトーマ。トーマってことなんじゃないの、これは。もうそれ以外考えられないけどな。だって、いやでも、もうちょっと作るか。でも友達なら知ってそうなもんだけどね。そんなスマホを渡したぐらいでね。できた。
喜んでくれるといいな。だって仲良さそうだったもんね、志保もトーマもね。完成したチョコをカバンにしまい、トーマのノートを書き写し、昼食を済ませた。そろそろ大学へ行こう。いいのかな、素直に言って。ああ、これまたあれだ、郵便受けね、なるやつね。嫌な予感がしつつもドアに近づく。ここ最近いつも郵便受けにいたずらされているので、今日もその可能性が高い。しかし確認しないわけにもいかず、心構えをして郵便受けを開けた。怖いぞ、いきなり。そんな、なんで自分の部屋の、ありえない。だって家の鍵はいつもちゃんと郵便受けに無造作に入れられていたのは、複数枚の写真、そのどれもが私の家の中を写したものだった。家の中に入られた。そんな、いつもちゃんと戸締まりはしてた。最近は特に寝る前や出かけは何度も確認したし、家の鍵はいつもカバンに入れて持ち歩いてた。盗まれるわけがない。いや、自分にもう嫌。それからしばらくショックで身動きが取れなかった。郵便受けには他にも包み紙が入っていたが、とても開ける気にはならなかったため、写真だけ証拠として残し、あとは捨てた。いやー、ちょっとその取っとこう。家にいるのが怖くなり、戸締まりを確認して私は家を飛び出した。大学のラウンジに来て少し休憩した。不特定多数の人がいる空間にいると落ち着きを取り戻せた。いつまでこんなことが続くの。もう限界。犯人は麻生さんなのか、それとも別の誰かなのか、それを突き止めればこんな日々も終わる。落ち着いて一度整理しよう。何とかして犯人を突き止める。私は持ってきていた先輩の写真を一枚ずつよく見ながら考える。自宅はいつも戸締まりはちゃんとしてる。窓を割られて侵入された形跡もない。だとしたら鍵を盗まれて侵入されたことになる。でも鍵はカバンに入れていつも持ち歩いてる。バイトの時はそれをロッカーに入れて鍵をかけ、その鍵はポケットに入れているからバイトの時に盗まれることはない。だとしたらそれ以外の外出中に私がカバンから目を離した時ってことになるけど、そんなことあった？だって自分でやってんだもん。唐沢先生の講義の時、あるとしたらその時私が居眠りをしてしまった時だ。その時に何かあったか確かめる方法は、あれ、この写真。ここまで思い至って一枚の写真が目に留まる。その写真は私の部屋の一部を写したものだ。この写真何か気になる。気になるところを調べてみよう。2時32分。ここじゃないか。画面に映ってんだね。自分が。テレビでは特に変わったところはない。ないんか。これか？じゃあ。ここの傷は何なんだ、これは。台に傷ついている。前に物を落としてしまった時についた傷だ。これじゃ。壁に汚れがある。今度掃除しよう。じゃあもう時間ですかね。2時32分。部屋にあるデジタル時計だ。日付と時間が映ってる。2月14日の午後2時32分。この日、この時間に麻生さんが何をしていたか、裏付けることができれば少なくとも、麻生さんの白か黒かは決まる。もう、こんな時間。考え込んでいるとちょうど前の講義が終わる時間だった。そろそろ私が取ってる講義が始まる。そんな気分じゃないけど、志保たちにチョコも渡したいし、早めに行こう。志保とトーマは私と違って午前中に講義があったから、今頃講義が終わってまだ講義室にいるはずだ。行くか、じゃあ。行くぜ！こっちだね。ここでいいのかな？あ、いるね。志保、トーマ、こんにちは。今講義終わったとこ？そうそう、ずっと育ったからお尻痛い。体重いんじゃねえの？死ね。死ねって言ってるね。すげえ顔してるけど。あのさ、二人とも渡したいものが。お、誰か入ってきたよ。げ、唐沢先生もう来た。後にしよう。また寝ちゃうんじゃないか。寝不足な原因はやっぱり夜中起きてるってことだよね。少し早いが、今日はこれで終了にする。私は次も講義があるのでな。終わっちゃった。よし、あ、起きてたね、今回はね。
チョコ渡そう。これ、志保に渡そう。志保、これ。私は志保にチョコの入った包み紙を渡した。え、もしかしてチョコ嫌だ、悪いわね。志保、おばさん臭い。だって、司のチョコ美味しいからさ、ありがとう。こちらこそ、いつもお世話になってるお礼、ありがとう。そんなのいいっていいって、じゃあ、帰って大事に食べるね。うん。こっちは？トーマ、友達と話してる。後にした方がいいか。おい、トーマ、その子、お前に用事だ。ああ、司か、どうしたよ。話してるとこ、ごめん、これ。そう言って私はチョコの包み紙をトーマに差し出した。なんだよ、これ。バレンタインのチョコ。一日遅くなっちゃったけど。はあ？トーマにはいつもお世話になってるから、その、俺、いろいろ相談にも乗ってもらったし、授業のノートも貸してもらった。あ、そうだ、これノート。おかげで今日の授業はよく頭に入った。ありがとう。俺？お礼のチョコ。プッ。あはははははは。だっせー、トーマ。お前今本命チョコだと思ったろ。うっせえ、笑うな。思ってねえよ。とにかく、お礼って言うなら遠慮なくもらっとく。本命だったら断らなきゃとか思ってたし。かわいいな、トーマ。サンキューな。トーマが犯人っぽくないけどな。二人とも喜んでくれたみたいでよかった。講義も終わったし、家に帰ろう。もう一回話しかけてみる。わい、司のチョコゲット。あいつ、まだ笑ってやがる。こいつか。普通に、この人たちは話しかけられないのか。なんか、トーマでは、あろうだ。危な。ま、これやるとこだった、また。なんか、トーマは関係ないのかな。司法も関係ないし。いや、でもね、絶対着信を鳴らすやつが誰かいるんだよ。でも、麻生さんでは多分ないと思う。麻生はもうあれっきりな気がする。でも、一応コンビニにちょっと寄ってみようかな、なんて思って、見たりする。そうすると店長にちょっとこのことを。あ、司くん、こんにちは。こんにちは、店長。シフトのことで聞きたいことがあるんですが。いいよ、どうしたの？私は時計の写り込んだ写真をもう一度見て、日時と時間を確認した。昨日2月14日って麻生さんバイトのシフト入ってますよね。13時から17時まで。その時途中で休憩に入ったり外に出たりしたかどうか分かりますか？特に14時30分あたり。麻生くんがか？昨日のその時間帯は混雑していて忙しかったから僕もレジに入ってたんだ。麻生くんもずっとレジにいたよ。抜ける暇なんてなかったからね。覚えてんのか。そうですか。ありがとうございます。いいよ。ほうれん草は大事だからね。伊勢もいで。これで麻生さんがやはり犯人であることは外れたな。一応この辺も調べといた方がいいのかな。こう推理。2時間サスペンスみたいな感じになってる今。いや、2時間サスペンスとはまたちょっと違うな。映画っぽくなってきてる。トイレ。こんにちは。ということは、この家に帰っていいのかな？あ、電話来た。また非通知。あれ違う。0800、ちょめって誰？わかんない。おい。あ、どうも。スマホ見てんなら出ろよ。飾りかよ。もしかしてトーマが電話かけてきたの？あ、志保がお前を送れってうるせえから。で、お前とっとと一人で帰るし。電話した？電話したか。そうなんだ。家すぐそこだけど。送る。心配してきてくれたんだな。ありがとう。じゃあお願い。あ。そういえば私、トーマに電話番号教えたっけ？用事があるときはいつもメッセージアプリ使ってたから電話したことなかったと思うけど。ああ、そっか。今はそうだわ。ちょ、ね、俺がおじさんだっていうことに、今ね、がっかりしたわ。昔は電話番号交換してたけど、メッセージアプリなんだね、今の時代は。よっぽど本当に心から親しい人とか恋人とか、しか本当の番号っての伝えねえのかもしんねえな。そういう時代か。ちょっと今ね、ジェネレーションギャップ的なものを感じて今すごく落ち込んでる。早く進めろ。ああ、志保に聞いたんだ。あいつが無理やり教えてきてさ。そうなんだ。いいから早く行く、いいから行くぞ。絶対これ志保教えてないんじゃね？
見たでしょトーマ、ありがとう送ってくれて。別に一応ダチだしな。お前に限って心配いらないと思うけど、戸締まりちゃんとしろよ。じゃあ。怪しいな。トーマかシホぐらいしかもういねえでしょ。だって弟は絶対にありえないからさ。どっちか、おだから電話鳴らしてるのはどっちかよ。だから姉貴の部屋で切り刻まれた写真を見つけた翌日、俺は自分の部屋で一人スマホとにらめっこしながらうなっていた。姉貴にメッセ送るべきか、いやでもなんて送る、よ元気してっかって。いやいや、わざとらしすぎる、怪しまれる。母さんには高校時代の話は蒸し返すなって食い刺されたしな。まあでも心配しすぎか、写真の1枚や2枚切り刻むのなんて青春のスパイスの一つだよな。うんうん。ある、なんかよく聞くよね。でもね、こう写真嫌いなやつの写真に画鋲を刺そうとするやつとかいるよね。うん、どんな青春だよ。本当だよ。あんまり良くないそういうのは。それだけ憎いやつもいるかもしれんが。陽介、お母さんちょっとお料理してて手が離せないから出て。1000円で手を打とう。バカ言ってない、さっさと出なさい。めっちゃ怒られるやつだこれ。へい、出るか、誰だろうね。はいはい、どちら様。ないないない、突然お邪魔してしまってすみません。男性、現れたのは20歳くらいの男性だった。申し訳なさそうに眉を下げ、少しそわそわしている様子だ。20歳くらいの男性、あれこの人どこかで、あ、写真に写ってた人かな。姉貴の木じゃない、高校の時の写真に写ってた人だ。あっぷねー、切り刻まれた写真とか言っちゃうとこだった。俺マジファインプレーこの弟、この弟の脳内が楽しすぎる。君は弟さん、ああ、そうだぜ、じゃない、そうです、あんたは姉貴の友達、友達、そうだね。お姉さんはご在宅、いやいや、高校卒業してすぐ都会の大学行ったから引っ越してしいないけど。そうか、ならいいんだ、ごめんね突然、それじゃ失礼するよ。え、何の用だったんだよ。ねえ、ま、待ってよ、せっかく来たんだし上がってけよ、狭いとこだけどさ。でも姉貴の高校の頃の話聞きたいんだ、あんた姉貴の友達なんだろう。友達じゃない、恋人だった。とりあえず入れよ。恋人だった人で、恋人だったってことはあんたは姉貴と付き合ってたんだよな。ああ、でもひどく傷つけてしまった。どういうこと。俺と彼女は高校の頃付き合っていた、とても楽しかったよあの頃は。でも俺が違う人を好きになってしまって、だから別れを切り出したんだ。そして俺は好きになった人に告白して、結局は振られてしまったんだけど、それでも彼女とよりを戻す気はなかった。彼女はひどく悲しんでいたよ。最低だな。はそう言われても仕方ないね。だってそのせいで彼女は病んでしまったんだから。姉貴が？ああ。目に見えて元気がなくなっていった。人が変わってしまったかのように。それってこの間母さんが言ってたのと同じ。だから俺はずっと謝りたくて。でもあれから彼女は連絡を取ってくれなかったし、俺も高校卒業を機に県外へ就職してしまった。でも久々に休暇が取れてこっちに帰ってこられたから、迷惑とは知りつつ、こうして家まで謝りに来たんだ。なるほど。嫌なこと話させて悪かったな。教えてくれてありがとう。いや、こちらこそ。君の大事なお姉さんを。そのことは姉貴に会って直接謝ってやってくれ。ああ、そうするよ。じゃあ、俺はそろそろ、お暇するね。これなんか違う読み方がある気がするわ。ああ。姉貴。意外とスマートな弟だったな。取り乱さなかった。まあ、口出すほどでもないよね。眠い。夕食もお風呂も済ませたし、そろそろ寝よう。いろいろですから、人それぞれ。各部屋の戸締まりを確認し、お化粧を落とし、部屋着に着替えて眠りについた。出たよ、またこのパターン。さあ始めよう。今日は風呂場にするか。え、これはどういう人格なん？これは。いや、仮にさ、
なんていうの、元彼に要は好きな人ができちゃって裏切られて振られたというのが分かったけど、これ多分そこで二重人格みたいになったんでしょ。だったとしたら、なんていうのかな、自分を守るために何か形成しそうなもんだけどな。なんかどういうことなんだろう。これやらないと分かんないよね。はい、ということでこの続きはまた次回やっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。